時代の流れをざっくりとまとめました。要点の整理などにご利用ください。明治時代、明治維新、五箇条の御誓文で新政府の方針を示し、御謀の啓示で国民に守るべき決まりを示す。藩籍奉還を行い、大名の領地と人民を朝廷に返還させ、旧大名を地藩時に任命して藩を管理させる。廃藩置県を行い、旧大名の地藩時を廃止して、政府から府知事や県令を派遣し、中央集権体制を確立。学制を発布して、6歳以上の男女に小学校教育を義務付けると、授業料の負担に市民が反発。地租改正を行い、土地の所有者に地権を発行して、地価の 3% を現金で納めさせると、税収が安定。徴兵令を発布して、満20歳以上の男子に兵役を課すと、働き手を取られる市民は反発し、士族は働き口がなくなる。新橋横浜間で、岡城機と呼ばれる鉄道が開通し、前島秘書家が郵便制度を確立。群馬県にフランスの技術と設備を導入した官営の富岡製糸場を建設し、生糸の生産に力を入れる。蝦夷地を北海道と改めて、官庁の開拓使を設置し、士族らを動員した屯田兵が北方警備と開拓を行う。制度や生活習慣が欧米化する文明開化が急速に進み、福沢諭吉が学問の進めを表して西洋思想を紹介。清と対等な日清修好条約を結び、琉球王国を日本の沖縄県とする琉球処分を行う。ロシアと樺太千島交換条約を結んで、樺太をロシア領、千島列島を日本領に確定。